すみません、関連でフリーランスの安住です。確かに幅広く調査するのが必要だと思いますけど、これ時系列で考えたらですね、問題が発生してすぐにパソコンを押収してるんですよね。普通だったらこの内容がどうなのかっていうのは、内容について本当なのかどうなのかっていう調査をすると思うんですけども、まずなんか何をやってたんだっていうようなところのパソコンの中身がまず大事みたいな感じで、すぐに副知事が動いたと。で、内部調査、内部通報なんですけども、確かに兵庫県301人以上の職員がいるわけなんで、窓口が作られなければいけないし、その窓口を通じてされるのが一般ですけども、別に窓口を通じなくても内部調査っていうことでですね、調査義務っていうのは生じるはずなので、例えばこれメディアの方に出したとかですね、そういったのはあると思うんですけども、これを単にその、要するに怪文書みたいなことに判断したその理由がちょっとやっぱりわからないということとですね、7月の19日の百条委員会、兵庫維新の会の委員のご発言お聞きになりました？いや、すいません。それもまあ、デイリー新潮とかそういったところで報道されているのでお聞きになった方がいいと思いますけども、ほとんどその百条委員会って真相を解明するところのはずなのに、なんかわけのわからないことをおっしゃってるんですよね。で、あれを見たらですね、県民として、で私ネイティブの県民かつかつの県民としてですね、本気で百条委員会でこれやる気あるのかっていうような、やっぱり疑問を生じざるを得ないような内容なんですよ。ご本人にとってはですね、正しいことを言ってて正しいことを主張してて百条委員会で言わなきゃいけないっていうことなんでしょうけど、自民党とかあとは委員長にですね、今言う必要あるんですかとか、自民党の委員からはですね、維新で独自に会見されてそのことについておっしゃったらどうですかっていうような反論されてるわけなんですよね。ですからこれものすごくやっぱり何が歪めてるかって言ったら、初動のミスだとやっぱり思うんですよね。問題の内容がどういうものなのか、本当にあったのかどうなのかの肝心なところではなくって、とにかくこの問題を塗りつぶそうというか、何でもかんでも発言者のそういったプライバシーの問題を盾にしてですね、問題をですね、なんかこう闇に葬ろうとしたんじゃないかというような、やっぱり疑念を抱かずにはいられない。要するに知事の意思は知事の指示に従ったのか、指示に忖度したのかわからない副知事の行動から見てですね、しかもその副知事7月の12日にとっとと今回今期というか7月末で辞めると言ってますよね。ただし噂ではですね、副知事辞めた後に兵庫維新の会の事務局長に横滑りするっていうような噂すら流れたんですよ。だからそういう意味ではね、やっぱり不信っていうのがすごい高まってるわけなんで、この際きちんとやっぱりその維新が積極的に動いてくれなきゃ、これ自民党は積極的に動いてますから、そうじゃないと真相は解明できないと思うんですけども、そのあたりどうでしょう。あれですよね、その百条委員会での発言っていうのは、そのちょっと全体を見てませんが、あれ、委員の一人が、まあ、要するにこの維新に対しての誹謗中傷みたいなものに対しての抗議っていうんですかね、意見表明をしたことについてのことをおっしゃられてるのですかね、うん、でしょうね、うん、まあ、要するに、なんか自分がすごい誹謗中傷の対象になったりとか、なんか、目になんかいっぱい、メールアドレスをなんか分かりました。まあ、ちょっとその2回の発言一つ一つを僕が精査して論評する件立ち位置にないと思うんですが、それはまあ、いわゆるこの議会の発言の中での、まあ、ストーリーの中での、まあ、枕で言わはったのか後ろで言わはったのかちょっと分かりませんけれども、まあ、それは別に自由にやっていただいたらいいと私は思います。で要はさっきも申し上げているように
斉藤知事は私らの特別動員ではありません、まず。でだから彼に忖度したり、彼と何か一緒に握って何かをやるという関係性にもないし、だから我々は純粋に事実を究明しましょうと。で事実以上に知事が、まあ、貶められていたり間違った事実で、まあ、皆さんも含めてね、もうやめろやめろ合戦になってっていうことが行き過ぎてるんだったら、私はそれはおかしいとも思うし、だからでこう安住さんがおっしゃられるように、逆にその何か事実を隠蔽しようというふうにしてるんだったらそれも問題だし、だからフェアに事実を皆さんの前につまびらかにしようというだけなんですよね。でそれがある前にもう今死にたいになっているから、もう人気は落ちているからとか、もうこんな声がいっぱい起こっているから、だからもう身引いてやめさせろみたいなことは、まあ、私にそれよく起こる話だと思うんですよ、そういうことって。でもそれって健全ですかっていうのが、まあ、私のなんか率直な思いですね。だからいや事実究明、いや僕もちょっとその全体全てを隅から隅まで把握してるわけじゃないんですけどね、でもなんか報道に出てることと、まあ、実際にこの行われている、要はパワハラで、パワハラがひどすぎる知事で、それに耐えかねて局長がお亡くなりになられたみたいなような論評で語られますけど、事実違うと思うんですよ。だしパワハラの事実があったかなかったかは正式なそういうこの機関で、まあ、今回は内部の弁護士も入った内部の調査でそれは認定できなかったと出してるわけですよね。でもそれでは物足りないって言うんだったら、別に百条委員会とかその第三者委員会でもう一度検証したらいいと思うんですよ。でそれで実際にあったと、こいつはひどいと言ったら、それはお辞めになられたらいいだろうし、まあ、でそれをそうなると分かったなったら、本人がもっと早く自分で線を引かれるんだろうし、まあ、それは分かりませんけど、だから我々がやるべきことっていうのは冷静に事実を究明し、皆さんに説明責任を果たすと。でそのおそらく議会での技術論の中でちょっと腕が足りなかったということを多分ご指摘していただいてるんだと思うんですけど、うちの委員がね、何か知事を守ろうという気もないし、それから知事を貶めようという気もなくて、冷静にこの事実を解明し、説明責任を果たすということに次進んでいくべきだというふうに思いますけど、なんか合ってます？答えちょっと違う安住さん的にはちょっと違う、はい。